コンスタンティノス四世が記された効果コンスタンティノス四世は、東ローマ帝国ヘラクレオス王朝の皇帝。コンスタンス二世の長男。ポゴナトスというあだ名が付けられることがあるが、これは、父コンスタンス二世のものが、戦乱による記録の混乱で、息子のあだ名と混同してしまったものである。654年4月に、父コンスタンス二世によって、 共同皇帝に任じられる661年にコンスタンス2世がシチリア島に向かってコンスタンティノポリスを出発したとき、コンスタンティノス4世や彼の弟たちは元老院などの反対によってコンスタンティノポリスに泊まった。668年にコンスタンス2世が暗殺され、シチリア島でミジジオスが皇帝を名乗ったため、コンスタンティノス四世は自ら艦隊を率いて、 シチリア島に遠征し、反乱を鎮圧した。なおこの時、コンスタンティノスはさらに西ヨーロッパに向かったとする司書も、あるが、伝説であろう。また同じ頃コアジア半島でも、手間アルメニア婚の長官であったサボリオスが、ウマイヤ朝と結んで反乱を起こしたが、これも鎮圧している。661年に内戦が終結して、ウマイヤ朝が成立して、以来、 ムワーウィアは小アジア半島や地中海アフリカプロコンスラリスで帝国領への侵入を開始していた。小アジアではすでに662年から攻撃が再開されており、669年には首都対岸のカルケドンまでイスラーム軍が進出した。イスラーム艦隊もエーゲ海を経てマルマラ海に進み、673年にはキュジコス半島を前線基地として確保した。 以降674年から678年まで続いたコンスタンティノープル包囲戦ではイスラーム軍は海陸からその攻略を目指した。しかしコンスタンティノポリスを完全に包囲することが不可能だったこともあって攻略は失敗に終わった。なおこの時にキリシアの日が初めて実戦で利用されたようである。8世紀以降は 東ローマ帝国軍の秘密兵器となるが、この戦いでは、ウマイヤ朝の軍が最初にこの兵器を利用した可能性が最近指摘されている。ムアウィヤはその後も帝国征服の野望を捨てず、679年にはサイド軍を送ってロドス島を制圧した。しかしこのような長期間にわたる大作戦は、ウマイヤ朝にとっても大きな負担であった。百八十年に、 ムアーウィアが没すると、後継者のヤズイード一世は和訳を結び、ロドス島からも撤退している。その後683年にヤズイード一世が没すると、ウマイア朝で内戦が勃発したため、イスラーム軍との戦いは人生化した。アフリカでは、ウマイア朝が670年にプロコンスラリスの内陸部にカイラワーンを建設して、カルタゴを狙った。 しかし683年にイスラーム軍は原住民と東ローマ帝国の連合軍に惨敗しカイラワーンを放棄してキレナイカ地方まで撤退している。ウマイヤ朝の脅威が減少したためコンスタンティノス4世はその他の懸案の処理に動いた。ブルガール人のバルカン半島進出に対しては680年に自ら遠征を行った。しかしアスパルフ率いる。 ブルガール人に敗北し、681年にブルガール人に対してドナウガー下流流域の領土を与え、植民も認めざるを得なくなった。イタリアではランゴバルド王国と680年頃に和訳を結んでいる。また680から681年にはコンスタンティノポリスで宗教会議を開催した。彼の時代には父コンスタンス二世時代以前のように、 オリエントの単性論、単異論の信者に配慮を行う必要がなくなったため、それらを断罪している。彼の時代、その二人の弟が共同皇帝の地位にあった。しかしコンスタンティノス4世は681年に彼らからその地位を剥奪し花を削いだ。また後継者のユスティニアノス2世を含む二人の息子を共同皇帝にもせず、685年に没するまで、 ただ一人の皇帝として君臨した。ありがとうございます。